この3日ほどみかんちゃんえらいことになっています。というかみかんはいつもここの中に入ってるんですよ、このイヌエットの中に。で、なぜかみかんの上で寝る。3日ほどそれ続けてます。エリちゃん、みかんどけど、あの別のとこ行ったら、みかん重たくて溶けられんやろ。あんた涙溜まってんか、あんた泣いてるやろ。どかしたるわ。エリちゃん、エリちゃん、エリちゃん、あんた、じゃあみかんはあんたのお母、あんたのな、お父さんの兄弟やけどな。どうしよう、なエリちゃん、エリちゃん、みかんちゃんが重たい言うてるわ。みかん重たい言うてる、わかんねえ言ったら。みかんいかん、エリちゃんいかんで。みかんちゃん重たかったなぁ。あんた泣くぐらいやったら自分で溶けるとかさ、どけろって怒っていいんだよ。うーって言ったら分かるから、この子。あんた吠えることせえへんからあかんねやで。